こんばんは。今日はレッスンでしたね。で、X 投稿したいけどマネージャーさんからの返事来ないので投稿できません。悲しい。本当にこれがこの待ってる時間が一番本当に嫌だお疲れ様。晩ご飯、夜ご飯食べました。今日は先に、今日は何食べたっけ、何食べたか覚えてないんだけど、何食べたっけ。リエ、あ、ポトフ食べました。ポトフ食べました。チンチョウギさん、コンペイトありがとう。みさみさん、コンペイトのハートありがとう。キャップさん、ハートありがとう。トサミツさん、ハートありがとう。キャップさん、ダルマありがとう。ゼイナカムさん、コンペイトありがとう。ナナコさん、結婚してたくさんありがとう結婚してたくさん送ってくれて嬉しいけど、ちょっとリエッチに一時じゃないからダメだよラブさん、コンペイトありがとう。マシンガンさん、コンペイトありがとう。ルパンさん、ボンボリたくさんありがとう。ぼんぼり、明日がひな祭りだっけ。ぼんぼりぼんぼり、おひなさまないよ家のうち。わりさん、おひなさまのやつありがとう。なっちゃまこさん、コンペイトありがとう。ルパンさん、ペンライトありがとう。もうさ、このなんかあれだね、お台場の曲歌えそうに、つい歌えそうなりますか。確かに、でもいつもなっちゃうけど歌ってない気がする。まだそうだね、お台場の曲ね、歌えそうになっちゃうよね。じゃあリエが口ずさんでたら、あれもしかしてってぐらいで思っておいてください。なんかもう毎日、毎日ってかもう昨日も今日もさ、寒すぎてやばい。で、今月はショールーム頑張ります3月はショールーム頑張るから、
雪ね、雪降ってたらしいよね。なんかでもリエも朝行った時は、外出た時は雪降ってました。でも別に結構そんなたくさんじゃなくて、軽くってぐらいしか降ってなかったから普通かな。袴リーチもかわいい、ありがとう。人生初の袴でした。今までね袴着たことなかったんだけど、初めて袴を着ました。小学校の卒業式もそう、袴着たことの着なかったから初めて袴でした。初めて袴、人生初の袴。でもで濃い色が好きだし、自分にも濃い色が似合うって思ってるから、そう濃い色の袴着たかったんだけど、なんかもう決まってたんですよ、どの色の袴が誰がどの色のやつ着るって決まってて、でリエは薄い水色のやつだったんだけど、薄い色似合わないよね、あんまり分かんない、自分がそう思うだけかもしれないんだけど、薄い色はあんまり似合わんから、でもよかったです、自分じゃきっと選ばない色だから。さっきからさ、おひな様のさ顔のデコのやつ何回か来てる気がするんだけどさ、なんか誰がなんか、え、なんかさ、え、おひな様のさ顔のデコのやつさ、なんか D のギフトのとこに反映されてない気がするんだけど、気のせい？なんか今誰がこれ送ってくれたんだろうと思ってさ見ようと思ったらさないんだけど、濃い紫色似合う気がする。もう好きです、濃い紫とか濃いピンクとか赤とかめっちゃ好きだから嬉しい。エマみたいなのがそうよ。そうだよね。なんかさ、なんか出てきてないんだけど、私の気のせいかな、ちょっと待って。この画面にはさ、そのさ、お顔のデコのやつ出てきてるけどさ、でもギフトの欄見たら出てこなくって、なんか誰が投げてくれたのかとか読めないんですけど、なんでだろう。私のスマホがおかしいだけかな。大ちゃんさ、昨日のワンピース可愛かったって嬉しい、ありがとう。ちょっと明日の話会、昨日のワンピース着ようかなって思ってる、あれ可愛かったから。久々に薄い色も似合うよ。本当に薄い色ね、あんま自分じゃね着ないから、初挑戦って感じ。袴でも似合うなら良かったわ。ちょっとじゃあ、みさみさんの今のプロフィールの写真見て思い出したんだけど、浴衣、大阪の時の浴衣も濃い色にしてるなって思って、バディさんと熊根パパさん、本当に？なんかさ、もう、なんでだろう、なんかさ、ギフトが正しく見れないです、なんか。なんでだろう、なんで見れなくなっちゃったんだろうか。でも別に、通信悪いわけじゃなさそうよね。じゃ、不具合いいって感じ、ただの。バディさん、なんか顔、おひな様の顔のデコのやつありがとう。なんか全然ね今見れないんだけど、バリーさんがおひな様のギフトを投げてくれたと
聞いたのでありがとうございます。いつもありがとう。くまにパパさん、おひな様のお顔のやつカードゲットありがとう。ちょっとなんかそれはうまく見えてないんだけど嬉しい。ありがとう、いつもありがとう。おひな様ギフトありがとう。そう、コメントの方で見てもギフトの方で見ても見えんくて、でもなんか普通にあのコンペイトーとかのギフトは見れるんですよ。だからな、何なのだろう、何なのだろう。ももちゃんハートたくさんありがとう。くまねパパさんたくさんコンペイトーありがとう。たいちゃんさんコンペイトーありがとう。ショーツケーキさんバラありがとう。ラベさんコンペイトーありがとう。ビンダのかよさん結婚してやって、いやもうこのアバターが支払うようなんで無理です、全然無理だから。明日ね、お話し会なのよ。明日みんな覚えてる？明日お話し会なんですよ。実はって明日オンラインお話し会だからね。え、リオもドラえもん最後まで見たかったんだけどさ、配信しないとって思って。ちなみにリエはのび、あの新魔界大冒険が一番好きなんですよ。知ってますか？みんな見たことある？なんかピースキーのやつも好きなんだけど迷う。ちょっとリエの中で二強って感じ、ピースキーと新魔界大冒険は。あ、なんかまたおひな様のやつ、お顔のやつありがとう。やっぱり見れないわ、なんでだろう。なんかこれだけ見れないんですよ、このおひな様のやつだけ見れないの。何、本当にちょっとやめてくださいよ。何なんですかねこれ、いじめですか、 DA の。マッチさんボンボリありがとう。ルカヤマトさんコンペイトありがとう。あ、おひな様もありがとう。そう、普通のおひな様のやつは見れるのに、おひな様の顔がつくやつだと見れんくなっちゃう。何なんですかねこれは。え、鉄人兵団も好き。待って、鉄人兵団も好きよ確かに。でもピースケと新魔界大冒険、懐かしい。鉄人兵団ってあれでしょ、テテ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 、2つ目3つ目みたいなやつあるんですよ、そういう歌が。ちょっと誰が今あのお顔のやつ投げてくれたんだろう、さっきの。見えんのよね。じゃあもしちょっとなんかそのギフトが反映されないみたいだから、あの投げていただいた方は自分が投げましたって自己申告お願いして。めちゃめちゃ映画のジャイアンは好き、めっちゃわかる。それディアのお兄ちゃんと同じこと言ってる。ディアのお兄ちゃんもいつも映画のジャイアンはいいやつだって話してる。そうなんよね、めっちゃわかるそれ。そう、ジャイアンさ、映画だとさめっちゃいい人なしさ、アニメだとさただの悪いやつよね。何があったの。結局スネ夫が一番ちょっとどうなのみたいなとこある。
今日まだコンタクト外してないから目が乾燥して痛くなってきた。リッチ、そうお兄ちゃんもいるんよ。そうお兄ちゃんとリエチとあれですね、お兄ちゃんリエチ妹です。だからね、何人兄弟？三人兄弟です。全員の名字言える？どういうこと？リエの家族の名字ですか？藤井ですよ。お兄ちゃんのことをなんて呼んでる？え、秘密。ちょっと秘密にしとくわ、それは。お兄ちゃんなんて呼んでるかは。じゃあ恥ずかしいから言えない。ちょっとなんかさ、唇痛い、めっちゃ。なんか唇の下が痛いんですよね。じゃあヒリヒリする、なんでだろう。じゃあ乾燥してるんかな。あ、そう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 なんですよ。うちはリエチの家族は妹はリエのことねーねって呼ぶんですよ。で妹とリエチはお兄ちゃんのことニーニーって呼ぶ。ねえねとニーニー、ねえねとニーニー呼びだから可愛いでしょ。あー、してる時だい。ちょっと今 Wi-Fi 切った。唇切れてないんだけど、切れてはないんだけどね。なんか乾燥がひどくって。これプランパー入りなんですけど、めっちゃヒリヒリする。テンポ悪いね、さっきから、ごめん。スースさん、リエチみたいな妹が欲しかったって。うそー、リエチが妹でも何も嬉しくないよ。でもリエはこれ結構ずっとね、ママに言ってるんだけど、弟が欲しくって。ほん、いや妹が嫌だとかわけじゃないんだけど、あの可愛い弟がね憧れだったんですよ。憧れて弟が欲しいです。今可愛い中学生ぐらいの弟が欲しい。とちょっと反抗期みたいな弟が欲しいです。あ、見れた。なんか Wi-Fi 切ったら見れるようになったかも。マッチさん、おひな様のエマありがとうございます。エマじゃない、顔のデコのやつありがとう。あ、なんかさっきまでさ、このギフトだけさずっと見れなかったんだけど見れました。マッチさんありがとう。なんか今見れるようになった、ありがとうございます。じゃあもしかしてさっきのやつは見れたり、あ、見れた。あ、ほんとだ、さっきのやつも復活してる。くまるパパさんありがとう。
どうですかこれ。もうやばいね今日。今日箱1ぐらいやばい。どう？こっちは大丈夫そうですか？縦で発射。もう一つのスマホで発射。もう電波悪すぎて本当に嫌になる。もう無理本当。もうこの部屋が悪いんじゃない？こんなに電波悪いんだったら意味ないよね。そうね、確かにこんな日もあります。そうね、あ、もうなんか調子悪そうだしやめよっかな。不機嫌マジで超不機嫌本当に最悪。もう嫌だ。超不機嫌です。なんで、なんかでもリエのさ配信だいたいいつも出